ベニー・カウフは、主に1910年代に活躍した、メジャーリーグベースボールの野球選手。主なポジションは、中堅守。アメリカ合衆国のオハイオ州、ポメロイ生まれ。左投げ左打ち。1914年から2年間運営された、フェデラルリーグで2年連続首位打者となり、フェデラルリーグのタイカップと呼ばれた。生まれ国境オハイオのアマチュアクラブでプレーしていた頃は、 投手も野手もこなすマルチプレイヤーだったという。1911年にニューヨークハイランダースのスプリングトレーニングに参加し、翌1912年にデビュー5試合に出場する。1913年はマイナーで過ごしていたが、イースタンリーグでは打率345の成績を残す。再びメジャー球団の注目を浴びたカウフだったが、 結局翌1914年はフェデラルリーグのインディアナポリスでプレーすることになった。この年カウフはフェデラルリーグで211アンダを放ち打率370、75盗塁、120得点と4つの部門でリーグ最高の数字を残しインディアナポリスをこの年のフェデラルリーグ優勝へ導いた。翌1915年 インディアナポリス球団が負債のためカウフをブルックリンティップトップスに席させようと企てていたことに気づいたカウフはナショナルリーグのニューヨークジャイアンツとの契約を進めようとした。しかしこの契約は当時のナショナルリーグ会長ジョンテナーが無効の裁定を下し結局カウフはブルックリンでプレーすることになる。1915年もカウフは打率。 342と55投類を記録2年続けてフェデラルリーグの首位打者と投類王となった。1915年末にフェデラルリーグが解体されたことでカウフは翌1916年に正式にニューヨークジャイアンツに入団したが同年の打率は264投類数は40と大きく成績は落ち込んだ。翌年とその次の年に 打率3割をマークしたものの、1918年に陸軍に従軍した後は目立った成績を残すことはできなかった。この頃カウフは他のチームメイトと共に自動車のアクセサリーの事業にも乗り出していたのだが、1920年に自動車窃盗の告発を受けることになる。当時ジャイアンツの監督をしていたジョン・マグロウはシーズンオフに裁判を控えていたカウフを使うのを、 嫌がり、同年7月に、カウフはジャイアンツからインターナショナルリーグのトロントにトレードに出され、以後メジャーリーグでプレーすることはなかった。翌1921年に、カウフはケネソー・マウンテン、ランディス・コミッショナーから永久追放処分を受けた。カウフはニューヨーク州最高裁判所に処分の取り消しを申し出たが聞き入れられず、そのまま休会を去ることになった。 その後はスカウトとして22年働き、衣類のセールスマンなどをしていたそうである。1961年に脳一血のため、オハイオ州で死去。ありがとうございます。